今日はね、第3弾ということで33観音様の思い出を語るコーナーでございます。前回18番観音様までねお話ししましたので、今日は19番観音様からお話ししていこうというふうに思っております。それで19番観音様、こちらですね、こちらがドンと、はい、ここねちゃんです。はい、19番観音ここねちゃん、非常にね、まあなんていうかな、思い出がある観音様ですね。なぜかというと、まずあの絵を描いていただいた小日向星美先生ですね。これ実はフォローしていただいたんですよね。僕がフォローしたんではなくて、フォローをしていただいて、で、うわすごいなんかね、イラスト描かれててフォロワーさんもたくさんいる方からえらいフォローされたと思ってフォローを開始して、で、もしかしたら仕事をお願いできるのかなと思ってですね、で、仕事のお願いをさせていただきました。で、もともとですね、今医師でまあ結構お世話になっている大阪の阪南市にあるイラストプラスさんというね、アクリル関係とか、T シャツとか、まあ、もろもろ作っていらっしゃるんですけど、そちらの、まあ、担当の医師さんでですね、そういう意味では知ってはいたんですけれども、まさかね、こういうふうにこっちのことまで、ね、知っていただいているというのは非常にですね、感動しまして、早速、いつも通りですね、即オファーをしたらですね、ご解読いただきまして、で、これに関してはもう何も言ってないです。ただただ可愛く描いてくださいっていうオーダーだけですね。めちゃくちゃ可愛く描いてくださいっていうことしか僕は言ってないと。ご利益は心願成就っていうね、まあね、心の中で思ったことを叶えていただくっていう、そういうね、本当にシンプルだけどもすごく皆さんが身近で、いつもね、されているような、そういったご利益になりますのでね、ここねちゃん、非常にね可愛くて、またね夏、出るんじゃないかという、話を聞いています。聞いていますね、自分でね進めてるんですけど、まあ結構なんか先生曰くかなり気合の入ったイラストになるんではないかなと思っておりますので、ここねちゃんファンの皆さん多いです。大阪にも多いしね、塚本さんもいるし、たくさんいると思うんで、皆さんねこれ楽しみにして、夏をお待ちください。そして、次の観音様ですね。次の観音様はこちらです。ダーンと、はい、せいちゃんです。はい、20番観音せいちゃんということで、これもやっぱりね思い入れが深いですね。はい、せいちゃん、こう褐色のね仏様ですよ。今まではあんまり褐色の仏様いなかったと思うんですよね。これで初めて、褐色になりました。でですね、絵を描いていただいた夏さんですね。夏さんにですね仕事を依頼したところ、夏さんが自分でね観音様と調べてくださって、33観音で、その中でね、小京観音っていう観音様がいますね。この小京観音っていう観音様をモデルに、描かれたということでございます。私から小京観音をね、モデルにしてくださいって言ったわけじゃないんですけれども、夏さんが自分で、モデルをしてくれたと。で、小京観音っていうのは、もともとね人間界にとんでもない毒がまかれるという話があって、その毒がまかれる前に自分で飲んじゃった人ね、人間界行く前に自分で飲んで自分の中に毒を全部閉じ込めたっていうような感じの、観音様です。なので毒を飲んだことでもともと体がね青いんですよ、この小京観音という方は。それは毒の影響で体が青くなったっていう逸話が残っている観音様です。なので僕はおそらくせいちゃんってここに青い巻いてるんですよね、青い布みたいな。これおそらく多分そういうことじゃないかなと思って、それを拾って勝手に台本でねそういう話を書いたんですけれども、まあ、那須さんもそれを見て大変ですね感動していただいて、自分の趣旨をちゃんと分かっていただいててありがたいですっていう話をねいただきました。これは嬉しかったですね。でね、やっぱり人を守る、観音様ということなので、ご利益は守護の役場っていうね、初めてですね、今もないですけれども、四字熟語とかね、そういった熟語以外で使ったのが初めてです。はい、まあ、絶対に守るんだっていうね、そういう約束を、してくださるお仏様ということで、まあ、守護の約定っていうね、5文字のちょっとかっこいい感じのねご利益をね使わせていただいているのがこの、せいちゃんですね。はい、名前もシンプルですごくいいと思います。はい、でせいちゃん、ね、去年は秋祭りでね、非常に可愛らしい、浴衣姿のね、せいちゃんが出ましたけれども、今年は秋ぐらいに出てきますね。また全然違うせいちゃんになると思うので、これも楽しみにしてもらえたらなと思っております。で、那須さんに関してはまたね、もっと大きな別のまたねお知らせも一心でから発表される可能性がこれありますので、皆さん心の那須さんファンの方は、心の準備をしておいてください。はい、そしてですね、次の観音様です。ドーン、はい、21番観音風花ちゃん。はい、この風花ちゃんもね、非常に思い入れが強い仏様でございます。昨年の2月ぐらいだったかなと思いますけれども、この風花で出てきたのがね、はい、絵を描いたのはマニアさんという方でね、こちらも私も前々から実は存じておりましたんで、今回ですねお仕事させていただいたという形になります。まあ風香ると書いて風花ちゃんなのでね、まあ匂いとか、まあ、嗅覚を
司るね、まあ、人間やっぱりね大事ですから、口と、まあ、いわゆる五感ですよね、人間の、まあ、五感の人に一つの大事なところですね。美を、まあ、美の鼻を、まあ、司る観音様なのでね、まあ匂いは大事ですからね、人間やっぱり鼻からね季節を感じたりとかね、料理の味を感じたりとか、果たしたら人間のね、そういった部分もね嗅覚で感じ取るっていう人いるという話も聞いたりしますけれども、非常に大事なもので、それを司る観音様ですね、はい、でまあこれね、皆さんも、記憶が正しいと思いますけれども、この風花ちゃんを持って初めて、一心でね声優さんを公募するというね、行動を起こしたのがこの観音様ですね、はい、でこれでね、行動を起こして、いろんな方とですね縁を、つないでいただいた観音様なので、初めてのね、公募だったので、オーディションもねたくさん来ていただいて、みんなで、オーディションしたりとか、すごくね、昨年の今頃なので、すごくやっぱ記憶にも新しい観音様ですね、はい、リヒさんかな、はい、リヒさんに私はこの声をねお願いしたのをよく覚えております、はい、ここからね、観音様の、候補シリーズが始まったという意味では本当に思い出が深いですね、はい、で次ですね、次の観音様は、はい、こちらです、ドン、第22番観音天馬ちゃんということでね、まあ、天馬ちゃんはもう皆さんもご存知、栄心寺桜宮三姉妹の三兄弟の一番下ですねの、天馬ちゃんの観音様になりましたよっていうバージョンですね。こちらは一心寺の、まあ、象徴でもありますが、薬師観音っていうね17メートルある観音様が、境内に、叩いております。そちらのね観音様を、キャラクターにしたというところでございますね。なので非常に手にね薬庫っていう壺を持ってますね。この壺で、どんな病気も怪我も、治しちゃいますよっていう、こういう仏様ですね、まあ、人間が生きてる以上は、まあ、やっぱり1番2番にね、皆さんが願うことじゃないですかね。病気しないように、怪我しないように、ね、病気治りますように、怪我治りますようにっていうお願い、一度は皆さんもしたことがあるんじゃないかなっていう、そういった観音様です、はい、なのでこちらね天馬ちゃんのモデルの観音様はねお寺におりますので、まあ、よかったらお寺に来られたらね、手とか合わせていただけたら、嬉しいなというふうな思いがありますね、はい、そして、次ですね、次の観音様は、はい、こちらです、ドン、これも非常にね、縁が深い仏様です、風花ちゃん第23番観音ですね、はい、こちら、こちらこちらの風が風の虹と書いて風花ちゃんですね、はい、イラストを描いていただいたのはユーマさんですね、はい、ユーマさんも確かフォローしてくださったんですよ、私をフォローしてくれて、こればっかりは分からなかったんですよ、確かなんでフォローしてるのかってね。小日向さんはなんとなくあるんですよ、イラストプラスさんの関係なのかなと思うんですけど、あのユーマさん全くなくて、でもすごいイラスト描かれてて、実はあのギャルゲーの方もねギャルゲーの方にされてましてですね、でまあお仕事をねお話をしたらご解読いただいて、この風花ちゃんを描いていただいた、これに関しても可愛く描いてくれていただけですね、はい、可愛く描いてください、もう先生の自由に描いてくださいっていうあのオーダーをして、逆にそのユーマさんからすればそういったオーダーがないと、普段はね先生の自由に描いてくださいみたいなことはほぼないので、すごく嬉しかったっていうふうに言っていただきました。それでねもう本当のフリフリでもう可愛いね観音様を描いていただいて、でやっぱこれやっぱりねこう小学生とかもすごく好きなイラストだと思うんですよ、うちの子なんかそうなんですけど、やっぱ女の子はすごくね可愛いっていうようなあの仏様になると思うんですよね。でそれを伝えたんですよ、ユーマさんにイラストできた時にね、あのうちの娘がすごくやっぱり可愛いって言って褒めてました、喜んでましたって言ったらね、すごくユーマさんも喜んでいただいて、でユーマさんもねそれからあの福岡に、ね、来られたことがあって、その時にたまたま僕も福岡にいて、たまたまその日に、その日だったと思うんですけど、その日か前の日かにあの連絡があって、よかったらお茶でも飲みませんかって言っていただいて、あの私と家族と一緒にねお茶を飲んでいろいろ話させていただいて、まさかしかもサインも書いてくださってですね、前の日になんかサインもね うちの娘のために書いてくださって、ね、ふかちゃんのイラスト好きで、もう本当にいろんなねお手をし、今でもすごくいいお付き合いを、ね、させていただいております。本当にありがとうございましたね。まあ、今年のね、うさぎ年もね、このふかちゃん、ゆうま先生に、まあ、担当していただいたということでございますのでね、まあ今でもね、お前もコミックシーとかね、行って挨拶しましたし、2月は行けなかったですけどもね、今カメラ持ってるゴンゴ君とか、ね、あちらの方で怖い目怖い顔をしている、ひなみざわさんとかもね現地に行かれて、いろいろねお話をしたというのを、聞いておりますのでね、はい、でまたゴンゴ君からねたくさんお土産いただきました、ありがとうございましたね。ゆうまさんの素晴らしいイラスト、まあ、人柄も素晴らしいです、はい、本当に実際お会いしてね何度もお話してますんで、もうそれは分かるので、本当にね子供が大好きで本当素晴らしい先生だと思いますので、皆さんまたよかったらコミケとかね、そういった福岡の方にも来られること結構ありますので、現地で、お会いしていただけると嬉しいなと思っております。風花ちゃんとね、夏出てきますので、はい、風花ちゃんファンの皆さん、夏ということをね、はい、
夏はやっぱああいう服になるのかなと思ってますけどね。ああいう服で出ると思うので、これも楽しみにしていてください。そして続き、24番観音ですね。白蓮ちゃんですね、はい、非常に住職も、大好きな観音様です。まあ、大好きなってなぜかというと、やっぱその今までこう可愛い観音様が続いてきましたね。おそらく23番まではここで初めてかっこいいになるんですよね。こう可愛らしいんじゃなくてかっこいい観音様が出てきて、ちょっとやっぱり一線を画すというかね、あの剣も持ってるし炎も逆まいてるし、まあイメージ的にはこうなんだろう、不動明王のちょっとこう女性版なのかなっていうのがあって好きなんですよね、はい、やっぱり全然違うと思うんで、今までの観音様とは力強さもあるし、はい、でこれはやっぱ非常に私もね思い出が深いですね。なのでやっぱりこう来る方がすごく分かりやすいというか、あこの観音様かっこいいですねっていう意味でちょっとこう抜けてる感じですよね。特別感がちょっと出てる感じがあって、で私もやっぱり好きですね。一心君と一度こうコラボとかさせると面白いなと思ったりするんですけどね。こちら担当いただいたのは江杉さんですね。江杉さんがこちらね書いていただいておりますね。声は黒崎さんですね。黒崎さんの声がまたいいんですよ。これもオーディションでね決めさせていただいたんですけれども、本当白蓮ちゃんのねかっこいいボイスと非常にマッチしておりまして、たくさんの方から素晴らしいお声というのもね、決まった後ですね、いただいて、僕も個人的にすごく嬉しく思っております。あとちょっとねごめんなさい言い忘れましたけど、ゆずさんの風花ちゃん、種巻さんもね、本当に実はまあ種巻さん言いましたけれども、実は21番観音の風花ちゃんの時にも本当最後まで残ったんですよ。最後の最後まで残ってて、本当にちょっとの差で採用ならなかったっていう経緯が実はあったっていうのをお話ししました。で、ふうかちゃんの時はやっぱりね、すごくもう多分聞いた方は分かると思うんですけども、本当にもうふうかちゃんにね、すごくやっぱり合った声だったなというふうに思います。はい。なのでやっぱりね、こうオーディションたくさんの方されていくと、オーディションの中でやっぱりこうやっぱあるんですよね。あ、この人こういうキャラだったらすごくあれ良かったかもしれないとか、いろんなやっぱあるんですよね。得意があるので皆さん。でそういう中でやっぱなかなかね、人しか決められないというところでね、辛い、僕自身もやっぱ辛いなと思うのがあるんですよ。もう誰がなってももうこれはもう誰でも本当に恥ずかしくない観音様だなと思うけど、まあ最終的にやっぱりね、一人で決めないといけないというところで、まあ、いろんな方の意見を聞いたりとか、時には投票したりとかしてね、決めていくというところあるんですけれども、でもやっぱりキャラクターに対してですね、愛着を持っていただいているという意味では本当声優さんの皆様にはね、本当に感謝しております。で種巻さんもね、お寺まで来ていただきましたからね、サインもらいましたよね。もらいましたね。ね、僕もサインもらいました。ひなさんいましたっけ、あの時。ました。サインもらったんですよね。みんないたんですよ。みんなサインもらったということで、自分のサイン間違えるってもらってましたね。玉ねぎって書いてましたもんね。はい、そういったこともね、なんかすごく思い出される、すごくね、すごくやっぱり印象深い、声優さんでもありますね。はい、まあ、ぜひね、まあ、声優さんとかでも面白くね、大分に来ることがもしあればね、ぜひ気軽に遊びに来てもらえてですね、サインでも書いていただけると、飾りますので、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。ね、以上、白蓮ちゃん。ちょっと話しとりましたけど、白蓮ちゃんの。ハクレンちゃんもね、はい、出ます、また出ます4月、はい、もうすぐですよ、はい、桜祭りの時には新しいハクレンちゃんが出てきますので、ちょっとねまた違いますよ、ね、今までかっこいいかっこいいで、今度のはまたかっこいいんですけど、またかっこよさは違います。なんかもうすごい幻想的なかっこよさになりますので、ぜひね、まだ僕もラフしか見てませんけれども、素晴らしいラスになることは間違いないので、ハクレンちゃんファンの皆さん、4月を、楽しみにしていてください。そして次です。バン、はい、25番観音です。はい、25番観音、アリア・ルーサちゃんということでね、こちら、もう一目瞭然、楽器を持ってますよね。音楽の、観音様ですね。まあ、人間の生活にはね、音楽欠かせませんから、リズムでもいいんですけれども、まあ、そういったものをね、司る観音様ということでございます。持ってるのはベースですね。はい、僕もあまり楽器には詳しくないんですけれども、こちら絵を描いていただいた仙道さん。仙道千里さんが、まあ、仙道さんもそんなに詳しくないって言ってたんですけれども、調べられて、ベースをね、書いてくださいましたね。蓮の模様とかついてるのがすごく印象的ですけれども、これもね裏話があって、実は最初間違ったらしいですよ。僕に来たラフが今こう持ってるのかな、多分アリアちゃん持ってると思うんですよ。 左手にこうだったんです。最初って右だったんですよ。で実はそのベースは右では持たないらしいんですよね。ベースは絶対こっちらしいんですよ、はい、でそれも僕も知らないし、先生も知らなくて、で後からなんか友達かなんか言われたのかな。そのベースだったら手が逆だよって言われて持ち手を変えたみたいな、それもすごく印象があります。で実はもうちょっとね、アリアちゃんの立ち絵とかがもうちょっとこう
活発な感じだったかな。今こう綺麗に立ってるんですけど、もっとこうちょっとこうなんだろう、勢いよく立ってるみたいな感じだったのはなんか覚えてます。でそこからちょっとこうおとなしくなっていって、今のすごくねサッとしたねスタイルに変わった感じですね。はい、アリアちゃんね、声を担当していただいたのはアランさんですね。はい、まあ声を担当して、ね、いただいててあれですけど、まあ、本当にねぴったりの声だと思うし、まあやっぱい、まあ、これ分かんないですけどね、いつかやっぱ歌わせてたいですけどね、やっぱ歌の観音様なので、やっぱ歌を歌うっていうのはやっぱりいつか欲しいなと思ったりはしてます。はい、ちょっとなかなかまだねそこまでは行ってないんですけれども、いつかアリアちゃんにはね歌ってもらいたいなと思ったりします。ちなみにアリアちゃんをね、アリアちゃんをっていうか仙道千里さんを、爆押ししたのが今カメラ持ってる金剛くんですね。よく覚えてますね、2人で銭湯に行ってお話したの覚えてますね。銭湯に行ってお話をして、今ぐらいですか多分、おそらく作業終わった後にちょっとね銭湯に行って、なんか推しの S さんとかいませんって言ったら、でこの方がみたいな話をして、早速依頼をして、本当にいらっしゃるんですかみたいな話をねしたのをなんか思い出されますけれども、あれは1年前ですね。はい、アリアちゃん非常にいい声をいただきました、ありがとうございました。はい、そして次バンと、はい、26番館のリンちゃんですね。はい、これも非常にね、まあロリっこいですよね、わかりやすい。で非常にやっぱりね、まあカノンちゃんと通じるところあるかもしれません。非常にこう薄着でね、ロリっこでっていうところがあって、はい、リンちゃんね26番館のところなんです。これはあれですね、 AT さんから強いプッシュを受けて、これカノラ先生にお願いさせていただきました。はい、こちらね、カノラさんといえば、パチンコパチスロが好きな方は皆さんご存知、大泉ですね。大泉というメーカーの、まあ、メインキャラクターのセンちゃんをね、デザインされているのはこのカノラ先生ということでございます。まあ、分かりやすく言えばツインエンジェルとかああいうののエンドカードも書いたりしてます。結構パチンコパチスロはね多分好きじゃないかなと思うんですよ。プライベートで描いてらっしゃるイラストを見ても結構そういうね、パチスロのキャラクターの絵とかも描いたりされてますので、自分でね好きなのかなと思ったりしますけどもね。なのでセンちゃんを見るとすぐ僕思い出しますね。はい、まあ、なのでねこういうところからちょっとまたねいろいろそういった部分でもこう攻めてみようかななんていうのをこう考え出したところですね。はい、ちょっと僕的には結構大物の先生にお願いしたつもりですよね。はい、今までなかなかこういうね普段こういう作品で描いてますよっていうのじゃなはなかったと思うのであんまり。はい、なのでこうパチンコパチスロ僕は好きですからね、まあ、好きという意味では本当にすごい人に何か仕事をお願いしちゃったなっていうのがすごくありましたね。まあ、りんちゃんも本当に人気でね、これはちるしさんですかね、ちるしさんがこれを、これは確か VTuber なんですよね。 VTuber なのか、まあ、配信してる方ですね。ちるしさんは基本的には普段から毎日のようにゲームのね実況動画原神とかを配信されてる方でね、そういう方がまたやるっていうのはまた初めてだったのですごく新鮮だったなというふうに思いますね。ハクレンだ、今日は最後まで見てくれて礼を言うぞ。チャンネル登録高評価ボタンを押さぬようなら容赦せぬから覚悟せよ。